高須クリニック高須ミキヤ王子がミキライザーで応援。なんかかわいいちゅ、あ、ありがちょヘライザー。今日はね、ダブルフリンニコンからの恋人イチャイチャ卓球ヤバ姫福原愛ちゃんが青森大学の客員准教授就任するも1年以上も大学で講義せずテレビ出まくってる件だけど、愛ちゃん父でか。そんな肉食愛ちゃんオワコンテレビの俳句の才能査定ランキングに出場して最下位になってみたり、15日の有吉ゼミで激辛料理食うて涙目になったり、大学よりテレビを優先しすぎて炎上してるんですが、あ、服で浅いな。まあ、勝手極まりないタヌキ顔なんですが、ここで注目。この客員准教授ってのは教授と違って月1回とか週1回とかの講義や出勤もしないアドバイザー的な場合もある。名前貸しの場合もよくある話で、著名人が多い。まさにタヌキ顔のパンダ。パンダパパンダカパンダ。それでも芸能界のバラエティ出た方が好感度も地に落ちた愛ちゃんにとっていいと思ったんでしょう。辛いご飯を食べるだけ、素人みたいな俳句を作るだけ。ただなんだかこの青森大学の生徒がかわいちょで、この青森大学の偏差値が、あ、かわいちょで、我思うにテレビも大学も愛ちゃんに甘ぐね。ああ、知ってるぞよ。そもそも愛ちゃんの母校が、この大学の系列らしく私学だし、まあ、そうなるのわかるよ。でもね、愛ちゃんのお泊まり不倫疑惑が発覚したのは、去年の3月。この大学の就任が、去年の11月。大学？考えろよ。そしてテレビもテレビ。こんな家中の人使うって、掃除取りたいわけでもあるんか。誰かの壺の話を、隠したいのか？はぁ？テレビってほんと信用できんよね。公共の電波なのに数字取れれば何でもいいとか。まるで YouTube。美学がない。そして大学もそう。いくらパイデカ、もといパイセンであっても、人を導く仕事として、ちょっとそれはない。さぁ！ってこと。あ、ちょっと気がつきましたか？その、輝いてますね。もちろん純金です。制作費、500円。はぁ。数々のサンクススパチャ、本当にありがとうございました。夏休み、まだあるので、随時返信していきたいと思います。ってこと。